私の名前は水木。小学3年生の娘千秋と去年生まれた息子のひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のねね丸。この3人を育てている兼業主婦だよ。私は旅行が趣味で、学生時代から旅行関係のサークルに入っていたほど、いろいろな旅行の感じもしてきてるから、旅行先とか予約の仕方とか相談を受けることがあるんだけど、田舎体験とテーマパーク遊びを同時に？そう、そうなの。ほら、子供を自然に触れさせてあげたいなーって、私ってばいい母親よね。なんか嫌な予感がするな。ほら、水木さんのご実家があるところ、田舎でしょ？それでいて、車で1時間くらいのところに、割と人気のテーマパークがあるじゃない？はぁ、で？旅行の相談したいのよ。どこを予約すればいいか、全然わからなくて。ああ、そういうこと。それならいいけど。水木さんの実家の近くに泊まりたいんだけど、どういうところがいいか教えてくれる？そうだね。家族連れなら、古民家風の宿とか、それか子供たちが田舎体験できる民宿がいいんじゃない？そういうプランが用意されてる民宿とかもあるみたいだし。なるほど、それいいじゃない。でね、もう一つお願いがあるのよ。何？まさかだけど。水木さんの実家に泊まらせてもらえないかな。ついでにみんなで一緒に過ごせば楽しいかなって思って。やっぱりか。何それ、宿泊先を探してたんじゃないの？まあそうなんだけどね、私たち夫婦と息子2人、それからうちの両親と妹夫婦、これで15万の予算しかないのよ。うちの両親が出してくれることになってるんだけど、ケチだからさ。1泊？そう、大人6人と子供2人でしょ。あのエリアは宿泊費も安いし余裕だよ。工夫すればテーマパーク代に交通費、飲食費にお土産代も入るだろうね。なんで？そんなに人数多くないし、水木さんの実家広いんでしょ？いや、全然。そもそも私の両親は早期リタイアして田舎に移住したんだよ。田舎によくある大きな家とかを想像してない？違うの？土間があったりするような家。お庭も広いんだろうね。そういうところでバーベキューしたいな。無理無理。てか、うちの両親が住んでるのは小さな平屋だから。え？嘘でしょ？本当だよ。早期リタイアして田舎で農業やりたいって言って中古の平屋を購入したの。でもさ、水木さんが言えばなんとかなるんじゃない？いや、どう考えても平屋にそんな人数入らないし。そこをなんとか。じゃあさ、近隣の人とか紹介してよ。無料で泊まらせてくれる人いない？子供の面倒を見させてあげるから。見させてあげるって何それ。そんなのお断りだよ。迷惑ってことわからないの？そんなこと言わないでってば。たまーにこういうあかりさんみたいな人がいるんだよね。ご両親移住したの？じゃあ田舎の広い家に住んでるんだ。でも寂しいでしょ。うちの子の面倒を見させてあげる。夏休み中泊めさせてあげるから面倒を見てね。宿題もちゃんとやらせてね。あ、泊まらせてあげるんだから当然お金はタダだよね。って言われたこともあったっけ。どんな頭の中身してるんだか。あかりさんもかなりズーズーしい人でね、何度も何度も断ってるのにしつこくて、当日になって突撃すればなんとかなるって言ってるよって、他のママさんが教えてくれたんだけど、本当に迷惑な人だよ。旅行当日。おはようございます。朝から何？おはよう水木さん。ねえ、なんで通話に出てくれないの？いや、今日休みで今起きたところなんだけど。私たちね、家族みんなで出発したんだよ。まさかだよな。どこに向かってるの？もちろん水木さんの実家よ。今ね、田舎道に入ったところ、すぐ着くと思う。楽しみ。え、本当に向かってるの？そうだよ。あ、でも安心して、うちの家族だけじゃなくて妹夫婦も来てるから、みんなでワイワイやる予定よ。それ全然安心できないんだけど。ちゃんと断ったよね。どうして来ちゃったの？だって水木さん、そんなに断固反対って感じじゃなかったし、だから行けるかなって思ったのよ。いやいや、行けねえよ。本当に無理だから。もう一回帰って。両親から旅行の費用として15万円もらったから猫ババしたいの。あなたの実家に泊まればタダなんだから。これから突撃するね。調子に乗んなよクズが。
あかりさんのやってることは最低だから。ちょっと何それ、ひどいんじゃない？旅費を浮かせるために人の実家に無理やり突撃って、どっからどう見てもクズでしょ。クズクズクズ連呼しないでよ。あのね、これは水木さんのご両親のためでもあるんだよ。うちの可愛い王子様の面倒を見ることができるんだから。あかりさんのお子さんって注意しても人の家の冷蔵庫を開けるし、土足で家に上がり込んでこようとするし、ダイニングテーブルの上でジャンプするような子でしょ。うちの子元気で最高だよね。じゃあ到着しそうだから行きます。ん？あれ、何これ、この道なんか人がたくさんいるんだけど。今あかりさんがいるところは私有地だよ。立ち入り禁止って書いてあるでしょ。なんでわかるの？は？やだ、ちょっと何？強引に通ろうとしたら怖い人たちに怒られたんだけど。そりゃそうでしょ、人の土地なんだから。でも私が調べたところによると、水木さんの実家はこっちでしょ。この道を通らないといけないはずなんだけど。てか前にみんなでお茶してた時に大体の場所は話したけど、実家の住所までは教えてないはずだよ。ほら、前にうちの子が水木さんの家に入り込んじゃって迎えに行ったことがあったでしょ。その時何か荷物が届いてたから伝票をチェックしておいたの。最悪。てか気持ち悪いんだけど。あれ、こっちは道だよね。なんかトラクターがあって進めないし、これどうなってるのよ。何よこれ、なんでこんなに人がいるの。私ただ水木さんのご両親に会いに来ただけなのに。それで何してるの。道にトラクターがあって進めないし、怖いおじさんたちがいるのよ。どうにかして。いや、行かれちゃ困るんだよ。え？ちゃんとみんなで準備しておいたの、あかりさんがうちの実家に突撃しないようにね。なんでそんなことするの、友達じゃないの。何が友達なの。こういう非常識なことは許さないよ。何度も断ってきたのに無視して勝手に突撃してくるなんて本当に迷惑。でもそんなに言わなくても、ちょっと遊びに来ただけじゃない。本当にそう思ってるの。あかりさんの目的はただで泊まって旅行の費用を浮かせること。てか旅費の猫ババみたいなもんでしょ。自分で言ってたじゃない。そんなこと。これ以上迷惑かけないで帰って。そんなの諦められるわけないでしょ。あかりさんはなんとかうちの実家まで行こうと他の土地に侵入して走り回り、結局おまわりさんまで呼ばれることになったよ。ちなみに実はこういうことになるんじゃないかと思って私も現地に行ってたんだよね。そしてあかりさんがいなくなった後、混乱しているご家族に事情を説明したんだけどびっくり。ママ友の実家が田舎体験をやってる民宿だから、みんなで行ってついでにテーマパークで遊ぼうってあかりさんから誘われたんだってさ。私が何度も断ったことを知ってご両親は謝罪してくれたよ。そしてあかりさんはというと、数日後。いやー、ちょっとあかりさん、私には連絡しない約束でしょ。ご両親の前で約束したじゃん。それは分かってるんだけど、だって親からの仕送りが入ってないの。今連絡したらお前みたいながめつい人間には援助なんかしてやらないって言われたんだよ。そりゃそうでしょ、親御さんが出してくれる旅行費まで猫ババしようとしてたんだし。てかあかりさんのところって結構裕福に見えるんだけど、仕送りしてもらってたんだね。だって私去年仕事辞めたんだもの。ああそういえばそうだっけ、確かパワハラで辞めたんだよね。しかもした方。やめてよその話は、私だってあれから反省してるんだから。反省してる人間のやることじゃないでしょ。わかったわかったってば。ああもう、私は親切心だったのにな。水木さんのご両親は子供と触れ合えて、それでいて私はお小遣いができるし、みんな幸せだったのにな。うちの両親はめちゃくちゃ迷惑がってたけど。え？そりゃそうでしょ、孫なら可愛いけど。うちの息子は可愛いわよ。そりゃあかりさんからしたら可愛いのかもしれないよ。でも暴れまくる男の子なんて無理無理、迷惑でしかないから。なんでうちの両親と同じこと言うの。あんたはおかしい、孫ちゃんのしつけをしろって。しつけをされなくて困るのは本人だからね。なんであかりさんはいいご両親に育てられたのにそうなったの。どういう意味よ。あ、もうやだ。とりあえずごまかして仕送りもらってたのに、
パワハラで強引に辞めさせられたのもバレちゃったし。どうせ嘘ついて仕送りしてもらってたんでしょ。あ、わかる？逆にパワハラされたことにして、夫の給料も下がって、息子の習い事に通う費用がないって言ったら、しばらくの間って約束で仕送りしてもらえるようになったんだ。なるほど。いくらいいご両親だったとしても、子供を甘やかすとこうなるっていいお手本だね。ちょっと！でも、もう仕送りしてくれないって、私1年も働いてなかったんだから、こんな楽ちん生活を体験しちゃったらもう無理！てか、そんな話をいちいち私に送ってこないでくれる？え？そもそも、水木さんがずるいのがいけないんじゃない？田舎の実家があって。そうだ！つまり水木さんが悪い！うるせえ！え？ああ、もううるさい。あかりさんのお父さんに名刺もらってるから連絡するわ。やだ、やめて、待って、ごめんなさい。その後、結局パートに出ることになったあかりさん、今まで親を騙していた分、毎月のパート代から返済することになったよ。そして旦那さんや双方のご両親を呼んで家族会議に。あかりさんも問題だけど、彼女を甘やかす周りも問題だからね。何より今のままじゃお子さんが心配ということで、しばらくの間お姑さんが来て同居してくれることになったんだって。あかりさんのご両親と違って、お姑さんは結構厳しめの人。どうやらビシバシやられているみたい。でもね、お子さんはすごく礼儀正しい子になり、以前よりも笑顔が増えたんだよ。それを見て一安心。さあ、今日も一日、子供たちのためにも頑張ろっと。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。